年末に中国深圳の会社の DJI オズモポケットっていうカメラを購入いたしまして、私の風景動画を撮る分に関しては買ってよかったって心から思ってるんですね。で、今回ですね、アップデートをされてさらにパワーアップしたみたいなんですね。で、何がどうなっているのかよくわからなかったんで、中国人の YouTuber さんなんか台湾人の YouTuber さんなんかわかんないんですけど、とても端的にどのように変わったかを紹介してくれる動画がございまして、プロっていうところを押してやればなんとかなるっていうことがわかったんで撮ってみました。で、2月5日火曜日は中国や台湾では春節ということでお正月なんですね。中国人観光客の方、日本にドドッと来られているのでしょうか。ちょっと春節都会に行くのを避けました。中国絡みの記事行きましょうか。レコードチャイナ2019年2月5日の記事、日韓関係悪化の背後にある大国の様相。台湾メディア記事によりますと、2019年2月4日台湾のメディアの中字電子報は、日韓関係悪化の背後にある大陸の要素とする記事を掲載した。記事はまず韓国のムンジェイン大統領が慰安婦問題日韓合意の全面的な受け入れを拒否し、韓国最高裁が昨年11月第二次世界大戦中に三菱重工で働かされた韓国人への賠償を同社三菱重工に命じるなど、日韓の外交関係が日増しに緊張する中、昨年12月に発生したレーダー照射問題により日韓関係は最低点まで落ち込んだと指摘した。その上で、ムンジェイン政権が対日関係において安全保障と歴史問題を分離するツートラック路線を取っていることについて、朝鮮半島の平和に関わる日米同盟と米韓同盟を損なわないように指摘した。だが、トランプ大統領は、東アジアの近代史を気にせず、同盟国を軽視している。そのため、この路線の継続は難しいように思われる、と指摘した。やって。さらに、ムンジェイン大統領が、日韓関係の悪化をめぐり、不幸な歴史によって作られた問題であり、日本政府はもう少し謙虚な立場を取るべきだ、と、何抜かして気つかんねん、との認識を示していることについて、日韓の和解にはアメリカが不可欠だ。だが、トランプ大統領の政権は、日韓関係を袋小路に入れ、日本、韓国それぞれの同盟関係を損なうことになる、としたい。ありがたいねー。もういいのよ。同盟関係なんて、いらないって感じですよね。そして、トランプ大統領のアメリカ第一は、国際政治におけるアメリカのリーダーシップの急激な衰退の隠蔽を難しくし、歴史から抜け出せない日韓関係は、アメリカの能力不足を顕在化させ、米日韓の三角関係には微妙な変化が現れている。日本と韓国はこうした新しい局面に対応するため、期せずして中国との関係を改善し、アメリカと中国の間でバランスを保とうとしていると指摘。なんか違うような気がすんねんけど、まあええか。常に戦いの構図を意識しての記事なんでしょうね。で、ラストに、こうした東南アジアの戦略的転換期に台湾が冷戦思考に固執しては変化に対応できないだろうと結んだ。これを書かれた記者は反トランプであり、中国共産党側なんかなとか思いつつ、知らんけど。こういう記事を見てると、中国共産党と混ぜて揉めさせようとしてませんかと。まあ、考えすぎっていうことにしときましょうか。中国っていう国は、現在中国共産党なので、中国と仲良くしてバランスを保つっていう考え方はちょっとちゃうんやろな。中国に対しては、うまいこと付き合っといて、逃げられる時に逃げる、夜逃げしてでも逃げる方向で考えないとちょっとやばいと思いますよ。韓国の場合は戦略的無視で、もう関わらないっていう風にしといた方が安心安全だと思います。インターネット SNS 上では、台湾は親日国で、みんなが日本に対して好意的に思っているように錯覚させられてるなと思うんですけど、いやいや、そんなことないよ。
外省人もいっぱいいんねんかなって私は思っています。で、私中国語を習ってて、台湾の人たちすごく好意的に私のたどたどしい片言中国語でも聞き取ろうとしてくれる優しさがあって、現地楽しかったです。が、しかしですね、やっぱりね、 100% 親日国っていうのは違うと思います。台湾は中国共産党が今虎視眈々と狙ってて、統一しようと、支配しようとしているんで、なんとか逃げ切っていただきたいなと思います。大紀元さんの記事行きましょう。2月4日の記事、台湾総統、春節メッセージで民主主義の重要性強調、中国を暗に批判。記事によりますと、台湾の蔡英文総統は、春節のメッセージで、世界中の華僑が民主主義の恩恵を享受することを願うと発信し、自由を抑制する中国の姿勢を暗に批判した。中国の習近平国家主席は、2019年初めの演説で、中国には台湾統一のために武力を行使する権利があるとした上で、平和的な統一を目指す考えを示していた。暴力革命、怖い怖い。で、蔡英文総統は、ソーシャルメディアに3日遅くに投稿したメッセージで、台湾は文化的伝統を維持でき、自由と民主主義の価値観を守る決意だと強調。で、蔡英文総統は、中国を名指しせずに、民主主義が存在していない場所の人々は、この決意を理解できないかもしれない。我々は、世界中の華僑がこの恩恵を受けるようになることを願う、とした。その上で、新年にあたり、台湾内外の華僑が、民主主義、自由、継続的な繁栄を享受することを願うと続けた。で、中国政府はこれまでのところ、蔡総統のメッセージに反応していないと。習近平国家主席は3日の春節に向けた演説では台湾に言及しなかったですって。中国共産党は日本共産党と同じ組織で、コミンテルンって言われてた国際共産党の一支部同士なんですね。で、革命と称して暴力振るってもかまへんって思っとんねん。で、ロシアという国がございますよね。で、昔々ロシア革命っていうのが起こって、暴れたのはロシア人やけど、政府を乗っ取ったのは別の人たちだったのね。誰とは言わへんけど。そういう恐ろしい人たちがいらっしゃいます。で、日本は常に狙われています。で、台湾も本当に大変なことになりつつあるということで、まあお気の毒なんですね。でも、昔々、台湾併合した。結果が怖かったから。で、韓国、朝鮮も併合したっていう感じで、みんな仲良くやりましょうね。大東亜共栄圏っていうので、助け合いましょうね。ってやってたんですけど、今は日本にそんな余裕ないし、今は全く見てないんですけど、保守活動はなさってる方たち、台湾と混ぜようとしてんの違うかなって、考えすぎかな。ようわからへんけど。もしかしたら、そんな風に動いてんのちゃうかなって思ったことがあるんですね。で、チベットやウイグルの方たちが、中国共産党にとてもいじめられて、とても大変なことになってます。で、そこのご出身の方がツイッターで、日本が助けるべきだって書いてたんですけど、それを見た私は、なんでやねん。巻き込もうとすんなよ。知るかって思ったんですね。実際のところですね、そんな余裕ないねん。もう知らん知らん CC でいいと思うんですね。私は保守活動とか全く興味ないし、とにかく日本国、日本人にキノコがかからなければいいと思ってるし、私は日本国と日本人の生活、自分たちが楽しければいいのよって考えてるタイプなんで、ただ暴露して、みんな早く気づいて、もうほっとこうって、自分らの生活で精一杯やろっていうことだけを言いたいんですね。まあ、あちこちに革命家がいて、せっかく工作員っていうのがいて、混乱させて破壊に導こうとする人たちがいるんで、まあそういうのが近づいてきたら、のれんに腕押しがいいと思います。スルー力鍛えて、かわいそうだと思わないとか言われても、いや思わへんねんごめんなーってええと思います。